夫の祖父の弟が親族の前で、実は隠し子がいる。今ちょうど5歳になる。80で、5歳の子をどう育てるんだとか親族びっくり。その後、隠し子と言われてる子供の母親に訴えられた。隠し子じゃない。この子は夫との子。いい加減なことを言いふらして迷惑かけるな。と、弁護士と共に現れ、みんなびっくりした。しっかりしてるように見えたが、実はじいさんボケてたことが判明。訴えは取り下げてもらえたが、相手は一連の騒動で離婚したので、かなりの額の謝罪金を受け取っていただいた。本当に、相手女性とじいさんは関係がなく、死んだじいさんの妻の若い頃と似てるというだけだった。それが、なぜ隠し子云々になったのかわからないが、本格的にボケたじいさんは、今、隠し子の心配をしたり、隠し子と息子と孫がいろいろ混じってる。相手女性の元夫は、じいさんのせいで離婚した。離婚したから会社辞めた。会社辞めたからパチンコにはまり込み借金したから慰謝料払えと言ってきてたが、もともと多重債務者だったらしい。元妻と子に接近禁止くらい、借金取りに追われてどこかに消えた。1年以上ごたごたした。